シューチャンネルのシューです。今日は曇りで作業がしやすかったので、畑の作業をしながら、撮影をしております。一部の方が、気になっているのかな、お化けかぼちゃですね、アトランチックジャイアントかな、こちら今ね5月の30日ぐらいに多分植え付けてるんですよ。種から育てたんでね、全部、うちで全部やったんですけど、いやちょっとでかい。これはちょっと予想以上にでかいですね。話には聞いてましたけど、一応3株ほど、選抜して植えて、今、何もしてない状態ですけど、摘心はね、途中でしたんですよね。でそっからのね、伸び方がもう見た目の通りなんですよ。葉っぱがねやたらでかくて、例えばねこれなんですけども、手これよこれ、なんだろうねこれね、ハスの葉みたいな感じになってますな。おそらくね葉っぱのサイズだけでも50センチぐらいかな、一番大きいのが。で結局やっぱり茎も太いですね。小玉スイカの3、4倍ぐらいあったりとか、大玉っていうか普通のかぼちゃよりもだいぶでかくて、今すでにねたった1ヶ月ですけど、もう4メーターから5メーターぐらい長いもの伸びてますね。これはやっぱり、お化けなことありますわ。でね絡みつくところがないんで、重量もありますからね、あちこち、へばりつきながらまだまだ侵食して伸びていきそうなんですけど、とりあえずね実はね 1,2 個確認できております。ここなんかも受粉してますね。こちらですね、黄色いんで、最初の頃の実もこうやって黄色いんですけど、でこの先にもね、もう一個、これも受粉してるかちょっとわからないですけどありますね。今からこの状態だったらどれぐらい先伸びていくのか想像もつかないんですけど、一部ね書き込みで、苗植えられた方っていうのもいらっしゃるみたいなんで、一緒に情報共有はしていきたいんですが、で一部ねこうやってウリハリムシも来るんですけどね、葉が大きすぎて、食害にあっても、大した影響もなくみたいな感じで、ぼちぼちね虫が増えてきているような、感じです。今後の予定としてはですね、つるを少しずつ誘引しながらね、なるべくちょっと道路にははみ出さないようにねしてるんですよ。近所の子供たちがでかって言いながらね、葉っぱちぎってから遊びそうなんでね、こんな感じで、こっちにぐるーっと伸びてる部分もあるんですけど、中にはね、この壁伝いにこう奥まで伸びちゃってるものもあってね、これだとねどこに実がなってるのか途中で分かんなくなりそうですね。こういった感じで、今のところ非常に、順調です。このねつるのねこれ自体もでかいのよ。なんだろうねこれね。とりあえずね葉っぱの、枚数と実の個数っていうのは、指令するのでね、だいたい何て言ってたかな、10枚につき1個とか言ってますよね、スイカなんかだとね。ですからこれもなるべく葉の数を、加工しながらね実を2個とか1個に選抜して、そこに栄養集中させれば、うまいこといくんじゃなかろうかと思います。今年の目標はね、50キロもあればいいと思うんですけど、良ければ100キロで、世界記録はね、やっぱ700、800キロとかもそんな単位ね考えられない単位の、重量ありますんで、どうですかね。なるべく大きく大きく育ててですね、ちょっとね楽しんでいければとは思いますが、しかしちょっとでかいですよね。あとね非常にね生育旺盛なせいか、普通のサイズのね、かぼちゃとかね、小玉のかぼちゃなんかは、うどんこ病とか、ちょっと、白いカビがついたりとかするんですけど、ここはそこまで影響がないですね。今やっとですね、虫の害にも会い始めたぐらいで、非常に、強い種類だというのはねよくわかりますね。あとちょっとね葉が大きすぎて、密にね茂らせようと思ってもなかなかねうまいこと誘引の仕方で、綺麗には張ってないような気がします。とりあえず草の伸びる時期にはねちょっと調整しながら、なんていうのかな、
あの地面を覆えさせたら、草防止のね、シート代わりにもなりそうな品種なんでね、今後はちょっとねスペース空いたところには、こういうちょっと面白いものを育てていきたいと思います。おそらく次回、また定期報告みたいな形で2週間後にはするんですけどね、ここ1ヶ月、まあ、20日ぐらいで、各ね植物収穫もね異様な、成長具合見せておりますんで、今後の成長がね、楽しみですということで、ちょっと手回んないねここだとね、まあこういった感じで今のところ、巨大かぼちゃですね、順調にお化けかぼちゃ育っておりますということで、以上シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。